レディオアクアス、レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥ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 、アクアス、エイト、ドゥワー、せーの、アクアス、エイト、こんばんは。8月8日水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。というか、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。というわけで、栃木県和那市小原市蘇水スクエアにあるアクアスタジオにお送りするアクアス8、水曜日のこの時間はアクアタイムと称しまして、栃木在住13年目女子高生150万人を挙げる私次郎と、はい、皆様明けましておめでとうございます。2014年もよろしくお願いします。ラフト、まあ、もう私初夢ってわけじゃないんですけども、昨夜ちょっと夢を見まして、はい、まあ、寝てる時に夢ね、なんかね、学校の音楽が指示があった。ジラの鐘っぽい、ね。そうですね。もじゃあ自己紹介を。はい。じゃあ本之助です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、年あげましたね。はい。そうですね。中でも、うん、テレビを見るとちょっと残念な話が、ほうほう、2つありまして、違う、2人、うん、お二人、はい、ミュージシャンの方が亡くなられてしまいました。うん、大滝栄一さんと屋敷隆さん、そうだ。偉大そうですね、日本のアーティストがね、うん、ちょっとそれはこう、なんだろう、時代というか、もうね、ちょっと寂しさを感じてしまいましたけどもね、うん、なかなか、でもこう、まあ、亡くなったことで、あれなんですけど、こう2人の音楽をちょっと思い出したりすると、うん、思い出すし、実際聴いてみると、やっぱりいい曲作ってた人たちだなとか思いましたね。うん、はい、あ、声がちっちゃいと言われましたんで。はい、はい、そんな感じでございます。今日ちょっと風邪気味なんでね、聞き取りづらいと思われると思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、年末年始何してた、はい、おもちゃから行こうか、ね、そうですね、まあ年末、まあ、12月29日ね、モニアライブ、おお、まあ、やってない最後のね、はい、レディアカースの大忘年会という、うん、まあ、兼ねてね、はい、やろうという、私もちょっと参加させていただいてね、うん、でまあそれを最後に、まあ、2013年度の、まあ、イベントというのは全部終了しまして、うん、まあ、お正月休みに突入しまして、うん、でまあ、12月31日、うん、まあ、かねてからね、予告しておりました通り、うん、乃木神社の初詣、うん、アンド、うん、出店巡り、おぉ、うん、屋台ね、うん、屋台巡りね、予告してたんだっけ、予告してたんだっけ、何食べたんですか、あの大判焼きと、おお、イカ焼きと、イカ焼きと、たこ焼きと、うん、あと、何食べたっけ、4つ食べたんだよ、4つ、うん、焼いてますね、たくさん、ね、あ、ベビーカステラ、ベビーカステラか、あ、なるほど、なんでしょう、ね、その後、あの除夜の鐘つけに、あの宇昇寺の方に行きまして、うん、ギリギリセールでお汁粉を食べまして、うん、最後の一杯だった、あ、そうだったんですか、うん、それはちょっといいですね、なるほど、ラッキーラッキーでね、うん、でまあお正月なんですけどもね、うん、ちょっとあの、まあ、年末といいますかね、クリスマスいろいろあったんで、うん、あの静かに過ごしたいなということもありまして、はい、まあ、那須野原公園ってあるんですよ、うん、あそこに、まあ、絵を描きお、絵を描きに、絵を描くんですか、え、なんかびっくりな、うん、その絵は今日持ってきてないんですか、まだ完成してない、完成してないんですか、え、何絵ですか、風景画、風景画、なんちゅうか、油、水、あ、水彩画、水彩画になる予定なんですね、まだ、ね、ちょっと下書きを修正してるんで、そうか、そうか、下書き、下書き中なんですね、じゃあ、いろいろ、もしかしたら油絵かもしれないし、版画になるかもしれないってことですか、まあ、水彩画だな、水彩画、すごいですね、多彩ですね、いろいろやってますよね、福助さん、うん、で2日の夜に初夢を見まして、はい、なんか私ね、中学校、中学生に戻ってて、はい、それでなんかね、体育祭の準備をしてる夢、うん、おだから白い夏の体操着着て、でグラウンドでなんか一生懸命明日体育祭だみたいな感じで、こうなんかでも走るコースを、うん、そうなんですか、それもなんかすごいですね、それでまた夢の話の次なんですけど、うん、まあ、さっきもちょっと言いかけになることなんですけど、うん、はい、まあ、あのやっぱり学校の、うん、私が昨日見た夢が、うん、学校の、まあ、音楽の授業で、うん、であのなんか自分たちの作ってきた歌をそこで発表する宿題が出てたんですよ、うん、そこで
うん、私の夢の中に出演したのが、うん、二郎さん、うん、君島大輔氏、うん、原田圭介氏、なんか随分荒れた中学校ですねちょっとミッチンここ見る荒れてますね DJ とも、うん、で、あの、おのおのなんかいろいろ弾き語りの歌を歌うんですけども、うん、私の番回ってきた時なんか全然決まってなくて、うん、であのブルース調で なんかね、お前が好きさみたいなフレーズが出てきたのでこれをノートにメモってたんですよ。こっから歌を膨らませるじゃないかと思って、うん、はい、私の番が回ってきそうになった時にですね、そのフレーズがですね、見事に原田圭介氏の歌と被ってしまったっていう、うん、あ、そういう夢すごい夢ですね。落ち着きの落ちある夢だったですね。すごい複雑な、なんかね、うん、初夢にしてはちょっとなんかね、そうそうそう、初夢と言いますかね、初夢は初夢で見て、うん、2番目の夢ですかね。あ、そうそう、うん、初夢の話だね。初夢の話じゃなかった、夢続きだった。あ、なるほど、そっかそっか、そういうことか。なんか非常にね、憲法組ちゃん創出戦の夢だと思うんですから、すごいですね。はい、ということで、年末年始はそういうことで静かに過ごしてました。おは僕はと言いますと、まあ、年末はね、28日の土曜日に最後、本当に2013年最後のライブが、うん、あのアウトレットで演舞して、そちらね、歌わせていただいて、そう、その時はね、最後ということでちょっと力んでしまって、ちょっと我ながら、最後にちょっとね、悔しさのライブがあったんですけど、まあ、楽しさはね、あの相変わらずだったので、ね、まあ、気持ちよく歌わせていただきました。それからね、まあ、29、30、29日はね、職場の皆さんとね、打ち上げがありまして、まあ、忘年会ということで、忘年会参加しまして、それからまあ31日は、まあ、5時にね、お店を上がって、それから家帰った後ね、まあ、なんだろう、年越しそばをね、食べて、そのまま伸びり過ごしてましたね。特にあと、まあ、テレビを見ながら、まあ、ちょっとね、親戚もちょっと集まってきたので、話をしながら。1月1日は、実はお休みでして、お店自体が。お店自体はやってるんですけど、僕がお休みになってまして、まあ、せっかくだから、初売り行こうかと思って、そう、アウトレットの方にね、試しに行ってみたら、そう、9時オープンなので、まあ、9時ちょうどに着けばいいだろうと思って行ったら、もう9時の時点でね、もう8割方駐車場が埋まっていまして、もうすごいですね、本当に。溢れ返ってて、お店に並んで、我先に福袋をふわーって行って、そう。で僕自身もね、福袋を見てみたんですけど、やっぱりね、ちょっとね、洋服をいっぱい持ってるから、ちょっと我慢しようかなということで、まあ、セール品を1枚、2枚買って、まあ、ちょっとのんびりしたね、アウトレット人混みを眺めつつ、のんびりね、過ごしましたね。で、なんか午後からね、実はね、体調がちょっと下り坂になりまして、なんだろう、ね、年末までちょっとね、はしゃぎすぎたというか、気張りすぎたかわかんないですけど、もうなんか疲れがどっと出て、そう、年に1回ね、普段あんまり風邪ひかない分ね、年末、年始とかはね、結構ぶったりきちゃってる感じで、まあ、その午後はもう1日中寝て、なんか結局寝正月みたいな感じになってしまってね、あんまりちょっと堪能できなかったかなと、うん、それから何でしょう、初詣、まあ、今回僕は岩戸分け神社っていう塩屋町にある、そう、なんか隠れた、ね、パワースポットだっていう噂で、なんか結構大きな石臼でお餅をついて、うん、そう、なんかすごいね、パワーを感じるお寺、僕自身知らなかったんですよ、そこにあるってこと、うん、今回ね、まあ、ね、友達に案内してもらいまして、そうそう、でかなりね、いい場所でした、うん、なんかね、こういうとこにいるんだっていう感じで、まあ、こんなとこって言ったら失礼かもしれないですけども、自然にね、囲まれたすごい杉の大きな太いね、幹がこうすごい立ってて、そこで何でしょうね、まあ、お祓いだとか、あといろいろね、そう、パワーが溢れる石みたいなのがあって、そこにこう触れたりして、まあ、2014年もね、僕自身もそうですけど、僕の周りのね、みんなが健康で楽しい一年過ごせますようにとね、お祈りさせていただきましたので、ね、なんかいいことあるかなと願っております。そんなね、年末年始過ごさせていただきました。はい、千代さんは。僕はですね、27日に会社が半分で、うん、そこからお正月休みが入ったんですけども、あ、皆さん風邪ですかってあ、フェイスブックの写真がみんなマスクしてましたから、あれ、もしかして僕もマスクしてたんですか。はい、僕も風邪ひいてます、すいません。でもちょっとね、喉、ね、が実はちょっと意外がするんで、ちょっと石膏だったらごめんなさいっていう感じですね、うん、で、なんだっけ、27日は、会社が半分で、そこから
お正月休み入ったんですけど、うん、横浜に行って、会社の同期と中華料理を食べとりました、うん、で28日は、実家に飛行機で飛んで帰って、うんうんお寿司を食べてます。おすごい。で29日は、大学の研究室の同窓会で、はい、豚を食べてましたで、30日は大学の今度学科の同窓会で、うん1次会でもつ鍋、うん、2次会でポテトサラダ、うん3次会で、鶏の唐揚げ、うん、4次会で、カツ丼で5次会で締めにラーメン食べてみました。はい、ですね。で、大晦日何食べたっけ？大晦日そば食べなかった。そば食べなかったね。そばね、なんだっけ、何食べたかな。お寿司か。お寿司また。なんだっけ、おせち、なんだっけ、あれだ。お袋が似たやつだ。それ正月だっけ？年明けだったっけ？なんだっけ。朝帰ってきたのね。お寿司かな。あ、そうだ、うん、お寿司をまた食べたかな。で、元旦は雑煮食べて、うん、ね、それで2日はなんか親戚の家に集まって、うん、お寿司となんだっけ、お寿司めっちゃ食べてた。お寿司食べたね。で、3日が初詣か。3日初詣に行った時に、うんイカ焼きと、うん端巻きと、梅ヶ谷餅と、うん、たこ焼きと、うん、焼きそばと、うん、あと何食べたっけ、そんなもんかな。もう一個何か食べたね、なんだっけ、あれ忘れてたな。肉巻きおにぎりだ。うん、なるほど。それを食べて、うん、で帰りに喫茶店寄ってスパゲティとなんかね、うん、なんかそんなの食べてます。食べまくりですね。で4日があれか、高校の同窓会か。うん、ね、でなんか韓国料理のお店に行ってチヂミとか、うん、あとも締めはラーメン食ったんだよね。すごいな。で5日に空港でラーメン食べて飛行機で飛んで帰ってきました。すごい。何何？水炊きもらった。あ、4日の夜だそれ。あ、そうか、5日は食べたよ。あ、そうだ、3日昼あれを、そうだ、3日神社でなんだっけ、そのイカ焼きとか何のか食った後に夜韓国料理を食べた。そうだそうだ。で4日はそうだ、いとこに水炊きを持ってもらって。ね、なんか美味しいもの10貫と、うんうん、何貫だっけ、なんか 3回ぐらい乗ってる方の大塚っていうお店で水炊きをいただいて、なんかお相撲さんがたくさん来るところらしい。ああ、そうなんですか、すごい。いや、なんかね、大丈夫、お腹痛くならなかったですか。でもお腹の調子がいいですけど、風邪ひいちゃいました。いや、そこに来たんですかね。胃の疲れが、胃の疲れがありますね。まあ、そんな食い道楽なお正月でございます。すごい。皆さんは何を食べましたか。はい、ありがとうございます。じゃあ今日の一曲目いってみましょうか。はい、新年元気を聞きたいんで、篠原信司さんで七色どうぞ。
曲は篠原信さんで七色でございました、ね。新年から景気の曲でございます。はい、メールいただいてます。スモールマツコさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。久しぶりに拝見しております。お元気そうなメンバーの顔に嬉しくなりました。はい、今年も楽しいお話やジーンとする歌をお願いしますね。次郎さん、ラフ君、ゴンの助さん、なっちゃんにとって幸せな一年でありますようにまたメールします。風邪を治してくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあラフ、ね、次のコーナーは、はい、久しぶり、ラフの、グルメ紹介ということで、じゃあこちら実はファンの方が作ってくださったんですよ。すごいね。そう、番組見てるってこれを使ってちょっとこうやってこうね、ありがとうございます。そう、野川用を作ってくれて、そう、うん、これそうね、なんかね、そうなんですよ。お子さんはすげえ嬉しそうにカメラ持ってきた、作ってくださってて、ね、ここになんか毎月こう紹介するお店の名前とかを載せてやってくださいねって感じで、そう作ってくださったんですが、ありがとうございます、ね、実はしかもね、ご機嫌がこう書いてあるんですよ、うん、で実は僕結構ズボラで、うん、いや伸ばしっぱなしですとか、そう、それがねうまいことそこも見られてたようで書かれてしまったんですけれどもね、それをファンの方に伝えたら、それはおしゃれヒゲだと思っていましたと言われたので、じゃあおしゃれということにしてもらえれば嬉しいですと。そうです、おしゃれヒゲですということでね、こちら本日紹介させていただきますのは、栃木県大田原市にございますキッチンはずきさんです。はずきさん、ね、なんかもともとなんだろう、カレー屋さんだった記憶が僕はあるんですけれども、うん、ね、あ、なんだっけ、三春公園でしたっけ、そうそうそう、
そうそう、うん、そうです、街道沿いのそう元池があったところの、あ、それ今駐車場になっちゃったところの、まあ、向かい側というか、そうですね、カレー屋さんでしたね、多分前カレー屋さんだと思う、なんかオムライス屋さんみたいなのが出たこと、あ、かもしれないです、なんかいろいろ変わったりするんですけど、うん、今回はね、キッチンあずきさんというね、あの、まあ、居酒屋さんというか、バーなんかおしゃれなね、ラウンジか、ラウンジっぽい感じの、で今回そちらのお店にね、あのランチを食べに行ってきました、そう、ランチ、こんな感じのね、お店構えでして、もう建物はね変わってないですけど、すごいね綺麗な感じのお店でね、そう、なんかもともとね、あの、行ってみたいな行ってみたいなと思って、なかなかね、あの、そう思って1年経ってしまったので、やっとついに行けたのでよかったです、そう、 でランチをやってるということで、ランチはね、あの、そうですね、2種類ありましたね、あの、1000円のランチでパスタと、もしくはなんかこうパイ生地みたいに包んだ、なんか中にでね、チーズみたいな、栗みたいな入ったようなやつって僕料理名忘れてしまったんですけど、そう、パイ包みのなんとかみたいなこうあったんですけど、今回僕ね、あの、パスタの方にカルボナーラがあったので、カルボナーラがあるともうそれ一択なんですね、全然カルボナーラ大好きなので、そのカルボナーラのね、パスタランチを食べてきました。お水がね、こうグラスで出てきて、もうなんかね、これだけでなんかちょっとリッチな気分になれるね、あの、ちょっとね、簡単な単純なね、あの、服なので、こういうのだけでもなんかもうすごいいいなって、でもなんかね、お水もこういったのに入ってくるとなんか気分的にね、ちょっと違いますよね、そう、してまずね、セットにはサラダがつきます、じゃじゃん、ね、ちょっとね、なんだろう、ボールはね、ちょっと小さめなんですけど、あの、おかわりができるということで、あの、僕びっくりした、サラダおかわりできますよって言われて、そんなできるんですかって話で、そう、サラダと前菜と、まあ、メイン料理とドリンクがついて1000円ってことなので、非常にリーズナブルでいいんじゃないでしょうか。で、前菜もね、今回はこちら、おいしそう、キッシュと、こちらがね、あの、自家製の漬物ということで、そう、キッシュね、すごくキッシュが美味しかったんですよ、その僕ね、バター系のね、そういう料理も好きなので、すごいね、バターの香りがして美味しかったです。これもそして、いよいよメイン料理、あ、先にコーヒー出ちゃったメイン料理はこちら、じゃじゃーん、カルボナーラはね、そう、平手打ち、なんて平手打ちじゃない、なんだっけ、平麺って言うんですかそうですね、そちら生麺を使ってそうなので、すごいね、歯ごたえもね、ムチムチで、そしてね、この、なんでしょう、卵ソースというか、このカルボナーラのソースがものすごく美味しくて、感動しました。ベーコンもね、たっぷりと入っていて、なんかね、これは他の、ね、パスタメニューにもすごく気になるね、あの、内容だったので、で、結構メニューもね、日替わりか週替わりかわかんないですけど、結構、ね、定期的に変えてるそうなので、また次回ね、行ってみてね、今度はカルボナーラじゃないパスタを食べてみようかなと思うんですけど、本当にこのパスタに、あの、カルボナーラに感動したので、もう一回これ食べちゃうかもしれないですね。食後はね、コーヒーを飲んで、ね、あの、ぼーっとね、あの、ちょっと癒しの時間を過ごさせていただきました。コーヒーもすごく美味しかったです。なんか店内もね、あの、落ち着いた雰囲気なので、本当お友達とね、来て、なんか個室っぽいような感じで、こう、ちょっと面かかって、で、おしゃべりね、楽しめるし、あと家族で来てもね、あの、なんでしょう、お子さんと一緒に来ても、もうね、どんなシチュエーションでもいいかなって。夜は夜でね、なんかあの、僕が食べた間に、なんかね、なんか十何名の予約が、とか、どうのこうのって聞こえたので、やっぱ夜は夜でね、人気のあるお店なんだなっていうのはすごい思ってね。あれ、結構広さは。そう、結構ありましたね。外から見ると、大きく見えないですね。そうそう、結構座れますね。多分20ぐらいはいけると思うので、全然ね、多分仕切りとかもできるんじゃないかなと思うので、そうそう、ぜひぜひ皆さんね、あの、キッチンハズキさん、行ってみてください。でね、今日は栃木県大田原市にございます、キッチンハズキさん紹介させていただきました。ありがとうございます。じゃあ、ゴンちゃんの、はい、ここだ、私、ゴンドスケの食べちゃうぞということで、このコーナーはですね、はい、皆さんね、大好きですね、まあ、お菓子なんですけども、うん、お菓子のまあ歴史ですとかね、まあ、意外な食べ方なんかもまあご紹介してるんですけども、うん、ここ最近ちょっとスナック系がまあ多くやってるんですけれども、まあ、スナックの中でも結構これ皆さん食べたことあるんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、ベビースターラーメンなんて食べたことありますか？もうありますね。これはね、いろいろ食べました。いろいろっていうかね、本当いろんな味出ててね、佐藤の塩味、そうそう、ベビースター、
ベビースター。ベビースター。うん、ベビースターラーメンって、ね、そう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 でした。ベビースターラーメン。ね、うん、なんですけども、ベビースターラーメン、ね。うん、そう、あーでもなんかやっぱちょっとパッケージ変わった。そう、パッケージね、やっぱりちょっと変わってるんですよ、うんうん、ですね、チキン味ね、一番食べましたね、チキン味、ね、チキン味っていうのがね、私はチキン味が一番好きかなっていう感じがするんですけど、うん、このキャラの男の子って、うん、そこからでしたっけ。え、僕が小さい頃はもうありましたね、あのベイちゃんって名前で。そうそう、ベイちゃんって、ね、あのその前がね、ベビーちゃん。あ、ベビーちゃんは、まあ、そっちだなと僕が覚えてるの、うん、私も覚えてるのは全部ベビーちゃん。あ、僕、ね、はベイちゃんで、うん、そう、バスタオルなんか応募するのがあって、応募したけど全然当たらなかったっていう記憶があります。ああ、なるほど。そうそうそう、やっぱりでも、まあ、このベビースターラーメンなんですけども、うん、これ発売はですね、1959年あら、ですから、うん、まあ、ここもう 50年近くなってるんですかね。そうですね、50年以上ですね、うん。その前初代作ベビーラーメンというものをこのおやつカンパニーというメーカーさんが作ってるお菓子なんですけど、はい、出したと。でその後ですね、1971年、子供向けスナックで一番スターになりたいという思いを込め、うん、ベビースターラーメンに名前が変更になった、うん、で当時として、まあ、価格を20円に上げた。マス、うん、マスダかなんかなんですね。そうそうそう、会社名が、そうなんですか。あの CM ソングでなんかマスダのベビースターってなんか、うん、へえ、そうそう、マツダ産業、マツダか、マツダ産業、うん、うん、これがおやつカンパニー、うちのおやつカンパニーっていうものになって、うんうん、でこれがまあ未だにこうそのね、ベビースターラーメンっていうものを作ってる、うんうん、ベビースターラーメンの、まあ、メーカーさんなんですけども、先ほど言いましたそのラッフさんと、うん、私たちが見たそのベビースターのキャラクター、うん、なぜ違いがあるかと思いますと、うんうん、そう思ったんですよ。これ実は1988年、はい、うん、これに、ベビースターラーメンのパッケージをですね、大幅にリニューアル。あ、それで変わったんですか。そうですね、僕らが知ってるのとは随分変わっちまったなと思いますね。ですんで、それ以降を見てたラフさんと、うん、それ以前を見てた私と二郎さんで、うん、見てたキャラクターがやっぱり違ってたね、うん。じゃあ見た目も変わってますか。見た目もやっぱりちょっと変わってるみたいなんですよ。前女の子だったんですよ。そうですか、うん、男の子になったんですね。じゃあで同時にあのチキン味の他にこういう、うん、まあちょっとこれあのあそれね、いろいろね、あの種類持ってきたんですけど、焼きそば味とかありましたね。そうそう、あのチキン味にこれ味噌味だとカレー味、味噌味などなどが誕生した、うん、1999年にベビースターラーメン丸というのが発売されたんですけど、これがまあ2002年にベビースターラーメン星に変更になった。これさに、まあ、星型に絡めた。あれか、ベビースターの、ね、そうそうそう、ラーメン崩れないってやつですよね。そう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 、そうだそうだ、最初丸かったね、なんか、うん、最初丸かったね。それはベビースターラーメン丸というものですね、うん、で一応カップ麺というものもありまして、うん、相川欽也さんが出演され、うん、されてたらしいですね、うん、そのまんまでも食べれるし、お湯入れても食べれる、うん、そうそうそう、やった、お湯入れ食べましたね、うん、そう、そうだ、ミニカップ麺なんかも出てるみたいな、うん、あ、そうなんですか、うん、知らない、買った、うん、なんかあの一番今出てるのはすごい、何でしょう、あのほうとうみたいな太いやつも出てるんですよ、うんうん、まあ、それで、まあ、一応、うん、まあこのベビースターラーメンのね、うんうん、意外な食べ方、うん、と言いますかね、うん、食べ方したよということなんです、だったんですけど、まあ、私あのひょっとするとまあジロさんなんかラフさんなんかやってたかなと思うんですけど、まあ今お湯を入れてね、かけて食べてみたことがありました、うんうん、ですね、うんうん、入れますよね、あれは、あのチキンラーメンみたいにね、そうそうそう、なるかなと思ったんですけど、うん、あんまり美味しくなかった、うん、チキンがあまり美味しくなかった、うん、なんかちょっとどうですかね、ジロさん、いやあれはだからお湯入れた上に、うん、ちょっとそれだけだとこう出汁足りないから、うん、なんか醤油かなんか足してっていうのはやってみましたね、うん、でも僕が一番好きだったのは、うん、食パンの上にマガリンってその上にちょっと崩したやつをバラバラって、すごい、その食べ方もあるんですね、もう中で、ね、炭水化物バリバリって感じではありますけど、ほうほうほう結構炭水化物いろいろありますよね、うんうん、焼きそばパンみたいなあパリパリのね、片焼きそばパン、片焼きそばパン、すごいですね、それは、うん、そのイメージ、そうか、そういう食べ方もあるのか、うん、意外な食べ方ですよね、意外な、でも最近は食べてないの全然、うん、
調べたいベビースターライブもあるんですよ。そうそうそう、あれは釣れの大きいやつでしたっけ、大きいやつね、5本ぐらいなんかくっついてるの。そう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 、うん、あれも結構、でもちょっとあれしょっぱいかな、やっぱり平べったい麺にパリのもあった気分がちょっと、うん、ちょっとそういう味がついてるんで、まあ、それもちょっとしょっぱみが強かったかなっていうような。あの方ですよ、作ってくれた方。ファンの方。そうです。あ、そうだ、へえ、ありますね。 ありがとうございます。あ、すごい、あ、すごい喜んでくれてラブさんが使ってくれてるという、うん、ね、はい、ということで、まあ、今度ですけど試し合わせなんですけどもね、皆さんね、皆さん必ずつまんであったであろう、うん、ベビースターラーメン、今日はご紹介しました。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いて曲の方に行きましょうか。今日は、ね、歌わせていただきますのは、ラフでスタートですね、はい、新しい新年ということで、ね、そちらの歌を歌わせていただきたいと思います。はい、失いながらもただひたすら前を向いて突き進んできたから、時には自分に嘘をつき、その道を外れそうになったけれど、自分なりの答えを出したから、もしも自分に与えられた試練に押しつぶされそうになった時、深呼吸してそっと周りを見てみなよ、きっと新しい景色が見えるはず、さあ歩き出そう、この世界に生まれてきた以上幸せになる義務があるんだ、中途半端じゃかっこ悪いぜ、たった一度の人生戻れないから、精一杯やってみたいんだ、前を向いて僕はゆっくりと歩き出す、人は先の見えない未来を時に恐れ一歩踏み出せずにいるけれど、綺麗なままではいつまでもゴールなんてたどり着けないから、泥だらけになるくらいでちょうどいい、目指す道を大きく外れた気がしても焦り迷うことは誰にだってきっとあるから、もしかしたらそこが新しいスタートライン、もう一度始めよう、まだまだ終わりじゃないだろう、この世界に生まれてきた以上どう愛する義務がある、中途半端じゃかっこ悪いぜ、しっかり受け止めてやれ、辛いからそう手と手を取り合うんだ、支え合って僕はゆっくりと歩き出す、努力をしてもうまくいかないけれど諦めるなんて絶対したくなくて、やってみるだけやってみよう、そう自分に言い聞かせて、真っ暗な道明かり灯し
進むから、この世界に生まれてきた以上幸せになる義務があるんだ。中途半端じゃかっこ悪いぜ、たった一度の人生戻れないから、精一杯やってみたいんだ。前を向いてそこで立ち止まったまま諦めなこう。この世界に生まれてきた以上人を愛する義務があるんだ。中途半端じゃかっこ悪いぜ、しっかり受け止めてやれ。儚いから、そう手と手を取り合うんだ、支え合って。僕はゆっくりと歩き出す。歩き出す。ありがとうございます。はい、お送りした曲はアップでスタートでした、はい、ありがとうございます。というわけで、あれ、ご主人さんからメールが来てるって。お、あ、ほんと、はい、お、ありがとうございます、はい、ベビースターラーメンって50年以上の歴史があるんですか。ね、びっくりですね。半世紀。ですね。最初はだから1950年でしたっけ。うん、だからベビーラーメンというものが一応原型として、うん、でベビースターと名前が変更になったのが1971年。うん、で1971年っていうのは私が生まれた年なので、うん、だからベビースターって名前になってからは42年、まあ年明けたのが43年ということになりますね。いずれにしてももう発売からかなりの長いね、ですね、よく愛されてるね、証拠ですね。ですね、うん、はい、はい、じゃあ週末イベント情報いってみましょう。はい、はい、今もたくさんありますね。ありますね。2014年に入ってから、最初は、はい、あ、僕からだ手作り雑貨市月一問礼部、ですね、2月、あ、違う、すみません2014で1月11日、はい、場所はですね、疎水スクエアアクアス広場、うん、ここじゃないですか。そうですね、まさに、はい、午前10時から午後3時までのね、開演となっております。主催者が、うん、バルーンアッシュさん、あ、なるほど、ね、内容は手作り小物、アクセサリー、ワンコインマッサージ、うん、お、新鮮お野菜100円、あら、あら、ワンコインです ね、あと手作りお惣菜、うん、そして柵山わけ精肉店、うん、あ、わけ精肉店さんのコロッケ、メンチ、ビフライ、なんとハムカツ、トンカツ、おお、コロッケ等は揚げたてをお持ちしますので、うん、11時頃からの販売となります。それから、ね、アイリスさんことなっちゃんの、ね、うん、カラセラピーも、ね、お、そうなんですね、ということでね、ぜひぜひね、手作り雑貨市月一本名部さん、はい、1月11日、土曜日の、10時から3時の間、うん、ね、ソースイスクエアアクアスで開催しております。はい、じゃあ続いては、ゴンちゃんに紹介してもらいます。はい、お願いします。パイプオルガンのコンサートが、はい、行われるみたいですね。2014年11月の11日土曜日、夏柄ハーモニーホールのライブホールのですね、大ホール、料金が自由席で500円、うん、で11時と15時と2回公演がありまして、うん、11時からは、はい、0歳からのオルガンコンサートボリューム1、うんうん、ということで赤ん坊から入場が可能、うん、すごいですね。から幼稚園生ね、未就学児というんですから、まあ幼稚園生の子供は入場無料、うん、と15時の公演が、これが本番ですかね、アフタヌーンオルガンコンサートボリューム1、はい、小中学生入場無料、うん、ただし未就学児、幼稚園生ね、うんうん、幼稚園生のお子様は入場できません。そうなってるんですね、なるほど。だから、うん、母子健康手帳をご持参の妊婦さんも入場無料ということですね。お問い合わせは、那須原ハーモニーホール、電話が 0287240880 ですね、はい、人気のイベントですからね。そうですね、うん
あのいっぱいになっちゃってボリューム1ですけど、ね、ボリューム1人気のイベントですから、ね、毎回毎回人気ですから、ね、ついにね、ねハイポールガンね、うん、ハイポールガンでしたね、ですね、本当、ね、楽しみですね。はい、じゃあ続いては、はい、僕ですね、はい、1月11日、那須塩原市、まあ、塩原にございます、富士屋さん果物屋カフェ通りの茶屋富士屋さんの方で実は僕ライブをやらせていただくことになりました。ありがとうございます。そう実は、ね、ボリューム1では二郎さんがね、さあ今日のありがとうございます、ね、やらせていただいたんですけども、1月は11日、1月11日僕がやらせていただきます。ですね、こちら時間が午後3時から、まあ、2時間ね、3時から5時の間ですね、15時から17時の間2時間ね、あの僕があのバッチリ歌わせていただいたり、ね、ちょっとした、ね、お楽しみの抽選会だったり、あとはね、あの何でしょう、藤屋さんのね美味しいコーヒーだったり、やっぱ果物やカフェというだけあって果物を使ったねあのスイーツなどもねたくさん取り揃えてあります。それをねあのゆっくり食べて、まあ、僕とのこう話をしたりして、まあね、関われる時間も作ろうかなと思ってますので、もうね盛りだくさんでね、あの僕と藤屋さんのねあのお楽しみをねどん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 提供していきたいなと思う、ね、イベントにしてますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。入場ね無料なので、ぜひぜひあのお気軽にねあのお立ち寄りください。よろしくお願いします。そうですね、あの前回ちょっと夜開催したんですけど、うん、なんかこう帰りに雪が降ってドキドキしたって言われます、うん、で昼間の明るい間の方がまたいいかなという感じがしますね。はい、じゃ続いては、はい、続いてはこちら、ここですね、はい、第3回駅日祭、これも1月11日土曜日午後4時からです。うん、西那須駅西口ふれあい広場にて、ね、新春福引き抽選会、お、これ確か、そう商店会スタンプラリーが1月5日に終わってるんですけどもね、ここで、うん、ね、あのゲットした抽選券をまさにね、使いましょうということで、うん、1等10万円分旅行券、すごい、2等ディズニーゾートリゾートペア券、うん、3等が商店街共通商品券3000円分、なかなか豪華な、もう豪華ですね、ございます、うん、ね、ね、というわけで西那須駅西口商店街で、福引き抽選会を開催されます。あ、すごい、はい、続いてが、はい、1月の19日ですね、はい、塩屋山セミ寄せというものが開催されます。はい、笑って踊って心躍る2014年新春初払いということですね、まあ、各、まあ落語家ですかね、うん、が、なんか寄せをやってくださいます。夫婦楽団、うん、じきじき、お、うん、昔々で、うん、桃太郎、うん、だから同じく昔々で、うん、栄太郎、シャクシャクテかもしれないですね、シャクシャクテかもしれないですね、シャクシャクテかもしれないですね、そうですね、場所がですね、尾形院という、ほうほう、塩屋、うん、塩屋町、うん、マニューというところです。お問い合わせが 0287-45-2222、入場料がですね、はい、大人、患者さん、施設利用者500円、うん、一般が1000円、はい、子供さんが500円、ほうほう、これも人気のイベントですか。あ、そうですね、大急行かなり、入り数が見込まれますからね、ほうほう、まっぺになっちゃうと見れませんからね、まあ、ぜひあの早めに、そうですね、お早めに、お早めに、はい、さあ続いては、皆さんお楽しみの花市情報をこちらでお送りしたいと思います。いや、たくさんの花市がね、うん、ありますので、日付がねバラバラなので、今一番近いところですと、まずですねこちらにちょっと本当に追加させてほしいのが1月10日、東那須の花市がね実は金曜日ですね、10日の金曜日にありまして、うん、じゃあそちらで内部ボックさせていただくので皆さんよかったら1月10日東那須の那須塩原駅前ですね、東口の方で、イベントが11時から今夜の7時までですね、抽選会もありますので、ぜひぜひ皆さん、ライブはねあの3時とあと6時ですね、18時の方にあの2回やらせていただく予定なのでぜひお願いします。そして1月11日はこちら西那須の西那須の花市がありますね。で12日が1月12日の日曜日が大田原、そして13日ですね、また祝日ですので1月13日が矢板、で1月14日火曜日に柵山の方で、ね、もうすごいですね、10、11、12、13日ですね、そしてね、まあ、ちょっと遠くなるんですけど1月19日また日曜日に黒田原、そして1月25日に黒磯、
で最後1月26日に黒羽ねということでね、うんまあ、たくさん花市あるので、まあね、いろんなねあの地域地域のきっとねあの花市の色というかねその国あ国じゃなくてその、ね、町、ね、独特の色合いが出てると思うので、ね、皆さん回ってみてはどうでしょうか。花市はだるまさんを買うんですよね、うん、職場で。うんそう売ってますよね。あの安全祈願とか言ってあの、うん、職場で事故がないよって言って、で年始にだるま買ってきて、うん、年男はこう枠だけ書くのが最初、うんうんうん、で年末にこう目を塗りつぶすっていう。あなるほど、うん、そうなんですね。こういうことをこうでこうなんか神棚にこう、うん、ってこうやるようなやってますね。なるほど。ルミさんもねだるまを買って ね, ねいろいろお願い事をするといいことがあるかもしれません。はい、すでにあるってはい、はい、そうすぎは、はい、はい、大田原ふれあいの丘天文館情報でございます、はい、2010年の天文イベントもいろいろたくさんあるんですが、うんうん、ね、天文写真教室、うん、初心者天文講座、ですね、ここからこれが、あ、ね、1月11日これですね、小型望遠鏡操作体験冬ということで、ね、受講者募集中でございます、うん、1月11日土曜日午後6時から午後8時、小型望遠鏡の基本的な操作を学びますと、うんうんうん、ね、で月や星雲星団を観望しますと、で募集定員が15名先着順、ほら、で、小中学生1名100円大人1名300円ということでございます、うんうん、へー、電話でふれあいの丘天文館までお問い合わせくださいと思います、うん、0287-28-3254 まで、はい、ね、ぜひ行ってみてください。はい、はい、そして、プロポーズ応援企画というのがあるんですね。プロポーズ、はい、これはあのスキー場でプロポーズをしましょうという企画を、うんうん、すごいですよね。ロマンチックじゃないですか、ね、お二人の思い出に残るプロポーズをスキー場全体で応援します、うん、ね、ご応募の中からスキー場プロポーズ応援委員会による厳正な審査により、うん、1月2月3月の各月1月も選びスキー場でプロポーズを実施していただきます。へー、これあの覚えなきゃちょっとすごいんですよね、うん、ちょっと言いますと、うん、ここですね、プロポーズの相手方に対して事前に説明ができないためそこで起きることから求婚に対しての拒否、2人の関係の終了、迷惑行為として訴え、その他想定されるリスクは申し込み者に帰属し、スキー場の一スキー場は一切の責任を負えません。とかですね、すごいことだね。そうですよね。大きな風になっちゃうんですね。うん、からマスコミ等の取材、うん、スキー場の宣伝のために撮影する写真等は、うん、あらかじめ同意の上お申し込みください。なるほど。相手方へは事後に承諾をいただくこととし、承諾が得られない場合は個人が特定できないように素材を加工します。ああやったけどうまくいかなかったっていうイベントも残すと、そうですね、うん、ちょっとなんか結構リスクがあるね。そうですね。ですので以上のことから、うん、お申し込みの際はプロポーズに対して絶対の自信がある場合に限りお申し込みいただくことをお勧めいたします。 OK が出るよっていう方がいいところで話が進んでいないと、うん、これどうなるかわからないぞと。確かに、そうですね、全てあの、うん、あのまあ相手方のですね、うん、まあそこで起きることからですかね、確かに、うん、あの求婚に対しての拒否ですか、ね、 そうですよね、それからお二人の関係の終了ですか、うん、まあ、そういったことが分かるね。そうですよね。なんか絶対というものはねなかなかそうですね、ないので、うん、ただやっぱり、ね、それでもいけると、ね、思う方ね、なかなか思うほど、まあ、月一組ですからね、うん、予想率もなかなか高いかと思います、うんうん、ね、だってすごいですよね、すごいなんか思い出に残るプロポーズのことはね間違いないですから ね、 ね、それで成功すればね、本当そうですよ、ね、うん、まあその成功するかしないか以前の問題なんですけど、ね、はい、そうですね、はい、週末イベント情報でした。それでは皆さんまたね、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします、ね、じゃあまた来週、来週、さよなら。レディオ